襲来タコゾネス木図農園で捕まえて。へえ、次はあっちか。ラスト、いてててててイメージから来た。これタコノイズのお出ましだ。ボツです。間違えた。超行っただろ。優しいと言っちゃう。この辺というかパワーアップしよう。
でも違うやな。いや、上かもしれん。あー、落ちた。ここだね。と、UFO は実在した目撃ハイカラシティ。あー、ニュース出てあれか。これガチのあれやん。チュートリアでやってあの話やん。あれはトルネードタックって言うたら、どこにいんやろうな。終わりました。
なんか可愛いなこいつ。お二人の中にも人型に関係できるものがいる。運動能力に優れ、非常に個性的、階級が高いものは頭にワカメをつけている。ワカメ、その怪しげな瞳には何を考えているのか、何も考えていないのか。おう、やばしへそ出し中、あ、待って、やばしへそ出しタコツボノラム。じゃあ行きましょうか。しかも紫の子とっちゃったよ。
相変わらずの紫。よっしゃ、クリア。ギギ。ん？ギギ、当たり目。無線の調子は悪いようじゃの。それはともかくお見事じゃ3号よ。引き続き、オーデンジナマツを探してくれ。対戦用試作型兵器、またか。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はまだの方、もしこの動画を聞いていただけましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画の再生リストはこちらのボタンからよろしくお願いします。スマホ、タブレットなどパソコン以外のところから見ている方は下の説明欄にあるリンクからチャンネル登録の方よろしくお願いします。実写チャンネルニコニコ生放送の方も始めました。もしよかったらそちらの方もお願いします。実写チャンネル、チャンネル登録はこちらのボタンからお願いします。ほのぼのコミュニティは下の説明欄にあるリンクからコミュ参加の方よろしくお願いします。スマホ、タブレットなどパソコン以外のところから見ている方は下の説明欄にあるリンクからお願いします。また皆様のご視聴をお待ちしています。バイバイ。